シュンと日本語ポッドキャスト176、初心者 beginners 元気1 level 第二次世界大戦 World War II。 どうも皆さん、こんにちは。日本語教師のシュンです。元気ですか？今日は第二次世界大戦について話したいと思います。まあ、これはちょっと難しいトピックですね。皆さんも学校でこの戦争について学びましたか？私も第二次世界大戦について海外の友達と時々話しますが、日本で教えられたことと海外で教えられたことは少し違うと思います。面白いです。だから、まあ私はこのポッドキャストで私が第二次世界大戦についてどう思うかは話しません。まあでも、戦争でほとんどの国の人は悪くないですよね。政治家が戦争を始めましたから。私の祖母と祖父は第二次世界大戦を経験しました。日本では戦争の終わりには16歳の人も神風に参加していました。神風を知っていますか？神風は小さい飛行機に乗って自爆します。だから、片道のガソリンしかもらえません。だから、この飛行機に乗る人は絶対に死にます。考えられませんね。まあ、この時、日本では天皇のために死ぬことは素晴らしいことだ。教えられていました。だから、この時の日本人は、日本のために戦争で死ぬことは素晴らしいことだと思っていました。もちろん、みんなじゃないと思います。死ぬことも怖かったと思います。実は、私の祖父も、この神風に応募しました。でも祖父が神風に行く数ヶ月前に戦争が終わりました。本当に良かったですね。まあ神風に行っていたら私はここにいませんでしたからね。私の町には軍隊の基地があります。だから戦争の時にもたくさん爆弾が私の町に落ちました。私の祖母は戦争の時に食べ物がない人に食べ物をあげていたと言っていました。多分今の私たちには想像できないと思います。はい。怖いですね。もうこの悲しい戦争が起きないといいですね。Words and phrases used in this episode. 戦争 war 学ぶ to learn 海外 foreign政治家 politician
経験する to experience 自爆 suicide bomb 片道 one way 天皇 emperor 応募する to apply 軍隊 army 基地 base 落ちる to drop。はい、今日は第二次世界大戦について話しました。どうでしたか？まあ、皆さんもぜひ YouTube のコメントで第二次世界大戦について教えてください。 Thank you so much for listening. If you like this channel, please be sure to hit the subscribe button for more Japanese podcasts for beginners. Transcript is now available on my Patreon page.The link is in the description. Thank you very much for your support. では皆さん、また次のエピソードで会いましょう。じゃあね。バイバイ。